はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またこいつを持ってきてるんですけど、まあ、カー用品のね、ご紹介ということになってます。これは車用品をね、AC の100で、変圧してね、使えるようにするやつなんですけど、まあ、商品の方は、こちらの方です。じゃーん、ね、ドライブレコーダーの方です。実はね、またメーカーさんの方がね、僕最近、まあ、バイクも含めて多分ドラレコの紹介をね、まあ、してたので、多分それで、見ていただいて、よかったら商品ね、紹介してみませんかということで、お話が来たんで、まあ、それやったらやってみようかなと思ってね、こちらの商品送っていただきました。ありがとうございます。とりあえず、商品の、あれとしては、まあ、4K で前が撮れる、分になってます。で、後ろがフル HD ね。で、一応 GPS も内蔵してるし、モニターもね、ついてるし、だからまあ、ほとんどの機能は大体入ってると思います。前と後ろを撮るだけね、ということです。だから、あとソニーのセンサー使ってるんでね、多分夜もすごく綺麗だと思います。実際ね、撮った映像っていうのは最後にね、この動画の一番最後ら辺にちょっとつけとこうかなと思うんですけど、おそらくね、かなり綺麗な、映像になるんじゃないかなというふうに思います。で、とりあえず今からね、開封をしていって、で、取り付けに関しては僕の動画ずっと見てもらってる方は、ミラー型のやつのね、ドラレコみたいなやつをね、ついこの間買って取り付けをしたばっかりなんで、とりあえずこいつは簡易的にね、取り付けをして、撮影をね、してみようと思います。ね。そのミラー型のやつもまだちょっと、いろいろね、もうちょっと使ってみないと、まあ、製品の良し悪しがね、あんまりわからないと思うんで、とりあえずそんな感じで。で、こっちの方もね、ある程度、そのミラー型の方をちょっと使ってみてから、ちょっと一回、その映像がね、こっちの方が綺麗だったら、まあ、向こうがね、前が 2K だったんで、4K だからこっちの方が当然ね、前は綺麗だと思うので、こっちの方が映像綺麗だったら、正式にね、配線も全部綺麗につけてみようかなというふうに思ってます。ではでは、とりあえず開封動画の、やっていこうと思います。はい、どうも。ちょっとね、多分明るすぎた、白飛びしてないかなと思ってね、ちょっと明るさを落としたんですけど、周りのね。いけますか？大丈夫ですかね。はい。じゃあ、とりあえずパッケージの方なんですけど、まあ、4K のね、カメラということが主に歌われてます。横はね、そんな大した情報は載ってない。まあ、こっちも載ってないんですけど、後ろのリア面ね、こちらの方にいろいろ情報が載ってます。で、もうちょっと近づけて、このくらいでいい？ね、前が 4K 画質ということでね、載ってて、ソニーのセンサー使ってますよとか、まあ、こう夜も綺麗に映りますよとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、スマホともね、連動して、やったりすることもできます。で、1個ね、ちょっとこれ間違ってんのかな、僕が間違えてんのかな、ちょっと、どこや、あ、これオプショナルって書いて GPS ね、ロガーとか書いてますけど、多分 GPS 機能を内蔵してると思うんで、これオプションじゃないと思うんですね。で、こっちの、Bluetooth の、なんていうかな、緊急録画スイッチじゃないけど、なんか今撮影してるのを、この動画をロックかけるボタンみたいなね、結構このドラレコみたいなのついてたりするんですけど、それはオプションみたいです。ね。Amazon の商品の概要、商品欄のね、URL を概要欄の貼っとくんで、また見てもらったと思うんですけど、僕見た感じでは GPS は内蔵されてる。ね。それはもう明記されてるんですけど、だからこれがちょっともしかしたら印刷ミスかな？何か、違う機能がオプションであるのかもわかんないですけどね、GPS 関連の。ちょっとよくわからないんですけど。基本 GPS は入ってるはずなんですけどね。はい、ということです。じゃあちょっと開けていきましょう。まあなんていうか、画像はね、やっぱ綺麗な方がね、ナンバープレートとかも読み取りやすかったりするし、この前のね、ミラー型の部分でも結構綺麗は綺麗だったんですけど、まあどのくらい違いが出るのかすごい楽しみなんですけどね。
商品とりあえず、まあ、カメラですよね。商品の方の本体ね、両面テープがついてて、ちょっとやっぱあれか、明るさあった方がいいね。両面テープがついてて、こう貼るわけですね、フロントガラスね。でカメラは多分かなり広角なんでしょうね。サイドに振ることはできずに上下だけね。でまあとりあえず反対側ね、反対側液晶の、モニター面があって、ボタン面がちょっとこれはまたいじっていけばいいと思うんですけど、これが多分自動録画開始されると思うから、これが多分ロックかけるボタンかな、何か起こった時にポチって押すやつやと思います。これレックって書いてある、これ録画ボタンね。あとメニューの操作の右左でしょうね、多分ね。でマイクって書いてある、これ多分マイクは、マイク自体音声を録音するかどうかの多分オフだと思いますよね。でおそらくこれがメニュー、これメニューでしょうね、これメニューで、これはモニターのオフくらいかな。あ、それかフロントとリアのカメラを切り替えるボタンかな。ちょっとこのあたりはまた説明書見ながら、実際車にね、据え付けた後に、まあ実際ね、使いながらやってみたらいいかなと思います。あ、っていうか、これ持ってきてるから今できますよね。今、説明ね、とりあえず終わったら通電して一回ね、動作確認してみようと思います。で、そう、何のためにこれを持ってきたんだってね、話でしたね。ごめんなさい。で、本体ね、横面はこんな感じ。ね、ここが R って書いてるの、これなんだろうね。あ、リセットボタンか、多分なん か針とかの穴、針くらいだったら通るかな。で SD カードとあのマイクの音声取るあの穴がありますね。で反対側が、リアカメに行く方ね、リアカメに行く方と AV だから、ここからあれかな、出力してテレビとかにも出せんのかな。で、USB の。これが電源ケーブルですよね、USB ね。という感じになってます。まあ、ものとしてはそんな、なんていうか、複雑なものではないですね。で、結構思ったのは、こう、放熱用にね、結構、こう、なんていうか、隙間っていうかね、この、あれが切ってあるのが、なんか、印象的ですね。はい。で、リアカメの方がまず入ってたんで、リアカメの方は、ね、これも上下だけ。だから、こうつけるよね。リアのウィンドウとかに、おそらく。だから、こういう風な感じで動かす分になります。こっちにこんだけ行って、こっちはこれが全開だからね。どうなのかな。やっぱり、もうちょっとこれ下がった方がいいような気もするけど、ちょっと取り付けは多分これ上でいいと思うんですけどね。まあまあ、構造的にはこんな感じの構造になってます。でもシンプルにね、フロントの本体に送るコードを挿す USB っていうか USB じゃないな、 USB かなこれね、専用のコードを挿す、穴があります。で、あとまあ、保証ね、保証延長カード。メールアドレス。なんか、要するに、Facebook でフォローしたら延長保証ができますよ、みたいな案内が入ってます。これで見えますかね。ね、案内が入ってます。で、説明書。説明書はね、説明書は全部英語。ね、英語のマニュアルがついてます。英語のマニュアルね。で、あと入ってるものね、とりあえず電源ケーブルとしてはもう今だいたいこのタイプですよね。 USB のあのシガーソケットからあの USB、 本当に普通に USB ね、電源取るやつですね。アウトプットは 5V の 3.1A ね。だからまあ普通に今つけてるやつとかであるんだったら、そこからも取ってもらっても問題なさそうな感じはしますけどね。 5V 3.1 が一応アウトプットできる、
まあ、なんていうかな、USB チャージャーでいいのかな、です。で、あと、本体に電源を送るケーブルね、です。ね。長さはそこそこありそうですね。まあ、これもね、そうですね、短すぎるよりは長い方がいいんですけどね。まあ、そこそこ長いんじゃないかな。うん。まあ、余ってね、この余ったケーブルをね、結構ね、さばくのも結構なんか大変なんだけど、どこに直しとこうかみたいなね、感じになる時がありますけど。はい。まあ、ケーブル。これが電源のケーブルね。で、とりあえずケーブルから行くんだったら、これ多分ね、リアカメに送ってるケーブルだと思います。これもそこ長いよ。どのくらいあるのかな。まあ普通になんかこんだけ長さあったらワンボックスでも余裕で届く。多分だから皆さんどうなんですかね。この点のやつ、僕なんかの合わせ方の場合は、天裏行くんですよ。リアカメだけで、リアカメまで1本で行く場合、まあ天裏通すのが一番、まあ車にもよるかもしれないけど、まあ楽なんで。で、まあ下回しで行って、こうね、フロントのあのピラーのとこから下ろして、まあ例えば助手席とかの横ね、ずっと通していってもいいんですけど、まあそれでも十分じゃないかな、これね。うん、かなりちょっと今出すのあれだから、かなり長さがあります。これあのリアのカメラのケーブルですね。あ、USB ですね。はい。リアカメのケーブル。ほんでもって、なんだろうか。あとは、これ何のケーブルかな？普通の USB のケーブルが1本あります。これなんだろう、テスト用かな？っていうか、マニュアル読めってね。短いやつなんだろう。あ、USB データケーブルって書いてる。だから、これを、あれかな、パソコンにつなげば、おそらく、SD の中が見れるっていうだけだと思うんですけど、まあ、だから、あれかな、そこまでいらないんじゃないかな。だって、SD カード抜いて持っていきますよね、普通ね。なんかPC につないで特殊なことができるというようなことは Amazon のとこでは書いてなかったので、で、説明書にも今パラパラっと見た感じでは載ってないので、データケーブル、あ、ファームウェアのアップグレードの時に使うのかな。もしかしたらその手のやつかもわかんないです。スマホでね、できたりするやつもありますけど、今だったらね、ちょっとわかんない。でもデータケーブルって書いてるんで、まあそんなんかもわかんないです。で、まあちょっと細かいとこから言うと、ケーブルを押さえるための、なんていうか、止めるやつと、両面テープね。両面テープは多分これ予備かな。ねえ、もうこれついてるんでね、ここにね、こうやって。だから多分大きさ的に予備が入ってます。ありがたいですね、これもね。で、あと、ね、これ車のいろんなところを引っぺがすためのやつですよね。USB の SD カードリーダーね、これが入ってます。で、この商品は SD カードが別売になってるんで、別途ね、まあ自分がやっぱりそのなんていうかな、欲しい容量の SD カードを買わないといけないんですけどね。まあ逆にね、そっちの方がいいかもしれないですよね。どっちにしてもついてる SD カードって結構容量がちっちゃいんで、僕なんかの場合はもう基本使わないですよね。だから容量ちっちゃいやつが余っていくんですよね。だからそれだったら商品の値段ちょっとでも落としてもらって、自分の好きなね、SD カード、容量のね、あった SD カードを選ばせてくれる方がありがたいかな。で、こちらのメーカーの分だったらね、一応サムソンの、やつかな、SD カードを推奨してたのかな。なんかそんな感じ、推奨するね、SD カードを買いといてくれた方が僕はありがたいかな。つけといてもらうよりね。まあ、そんな感じです。はい。ということで、とりあえずね、じゃあ今からセッティングをして、よく考えた方がいいです。USB からいけるか、普通の充電用の
USB になって、これ使わなくてもいいけど、まあ、一応これ出してきたからこれ使って、ね、電源ちょっと通電してみようと思います。ではちょっとお待ちください。はい、皆さんどうもお待たせしました。あのねさっきから何回もこいつがどうのこうのって言ってましたけど、これなんか僕もおかしいなと思ってる。これ普通のバッテリーの充電器でしたね。違う、これの、もうなんでこれ気づかなかったんでしょうね。ちょっと間違えてました、これがあれですね、僕持ってる 12V ね、車用のやつ、シガーソケット使うやつとか、まあいろんな用品使う 100V ってね、家で使えるようにするやつなんですけど、これを使ってね、ちょっと電源を入れて、説明をね、しようと思います。で、本体ね、もうリアカメの方はちょっとこの今撮ってるカメラの向こう側にね、今セットをしました。で、リアカメのところに接続をしてます。で、これね、電源 USB って書いてるところは、電源ケーブルね、ここのさっきの機械の方につながってます。で、SD カードはとりあえず、中についてたやつやね、これ。なぜかパイオニア。パイオニアの SD カードって僕はあんまり見たことなかったけど、ちょっとピントも合わないね。一応32ギガの余ってたやつ、とりあえず入れようと思います。はい。で、とりあえず、違うわ。これ、ここじゃないわ。間違えるとこやった。USB って書いてるとこにはこっちだわ。ここにパワーって書いてるわ。この上のところね。ここが危ない、ね。ここ電源ケーブル。で、これは間違いなくリアって書いてるから、リアカメの方ね。よいしょ。で、これで問題ないかな。うん。じゃあ、ちょっと電源をね、入れてみましょう。よっ。ちょっと明るいかな。ピントが合いますかね。今ね、電源の方入れましたよ。ピントが合いますかね。合ってますね。ちょっと僕の手しか映ってない。今、こんな感じ。これが、このカメラね。このカメラ。まあ、これも車につけてみないとちょっとわからないですよね。はい。で、とりあえずね、ボタン関係説明していきます。さっき説明書を見ながら、ちょっとだけね、いじってみたんで、それをちょっと説明しようと思うんですけど、まあ、基本的にもシンプルな感じですね。さっきも言ってたように、なんていうか、ほとんどさっきの説明通りでした。やっぱりスイッチのボタン関係はね。で、今ね、これ録画がね、もう電源入ったらすぐ録画が始まります。SD カードが入ってなければもうエラー画面になりますね。逆に。ずっと音が鳴ったりね、します。で、メニューを設定するとき、このボタンなんですけど、これ今録画中にこのボタンを押すとね、静止画を撮っちゃいます。こういう風にね。静止画を撮っちゃうモードになっちゃってるんで、録画を止めないとダメですね。こいつ。ね。こいつを押すと、録画が止まります。で、ずっと音が鳴るんですよ。ピピピピ。で、このメニューボタン、3本線のラインを押すと、メニューが出てきます。で、これね、見えるかな？なんか、今ちょっとモニターで見てるんですけどね。もう上から読み上げていきましょうか。一応ね、そうそう、まずね、デフォルトで言語設定は英語になってるんで、このメニューのね、下の方に、言語設定あるんで、それで日本語に変えてもらった方が、分かりやすいかなというふうには思います。で、一番上が解像度ね。これ一番上ね。解像度。解像度の方は 4K、フル HD、30fps、ですね。フロントが 4K で、後ろがフル HD、ね、30フレームね。で、2番目が、1440p、55フレームと、フル HD の、30フレームと、いうことで、それが2パターン目。もう一つが1080の、60fps プラスフル HD の、30ということで、その3パターンで録画方式ね、決めることができます。まあ、特に問題なければ、まあ、SD カードの容量とかね、今結構、まあ、大きいのでも安かったりするんで、まあ、なんていうか、問題なければ 4K のフル HD、一番上のやつね、選んどいてもらったらと思います。決定ボタン、この真ん中のボタンね、選択するのがこの左右の矢印、レックとマイクって書いてるね、こちらの方で選択をしていく。こういうふうにね。で、2番目がビットレート。まあ、これは、まあ、
お好みで選んでもらったら、まあ当然高い方があれですよね、綺麗になりますから。まあ、あと、まあ、どうなのかな、やっぱり SD カードとかの相性とかで、やっぱりエラーが出たりとか、いろいろあるかもしれないんで、まあ、そのあたりで、このあたりはね、ビットレートとか、その、まあ、解像度とか、そのあたりは、選んでもらったらいいのかなと思います。とりあえずはね。まあ、ここで見ながら。で、3番目が、ビデオ、カメラ画面の切り替え。これ何かな？あ、これは多分初期段階の、電源入った時に自動で表示するカメラ、何を表示させるか、これがね、ちょっとだから画面 見えてんのかな、 見えにくいよね多分。フロントカメラ、一番上がね。で2番目がリアカメラで、リアをオーバースレイするやつね。フロントカメラの映像でリアカメラを多分オーバーレイでちっちゃく映すやつで、リアカメラメインのフロント、画面のオーバーレイという4パターンね。まあ基本的にはフロントはもう見てるからリアカメでいいんちゃうかな。ね。で、ループ録画。これ多分、ループ録画をね、させる、動画をどのくらいでこうね、切っていくかっていう。多分これも最長10分。1分、2分、3分、5分、10分なんで、10分でいいんじゃないかな。多分このループ録画オフにしちゃうと、機種によっては上書き保存ができなかったりするんで、まあ、多分ね、オフにはしない方がいいんじゃないかな。ファイルが、一つのファイルでかくなりすぎちゃうし、多分。だから、ループ録画、もしね、そんなファイル細かく分かれるのが嫌な方は、もう10分で設定しといたらいいかなと思います。で、次が、あれね、WDR、ワイドダイナミックレンジね。これも、基本、オフになってたんですよ。なんかこれはオンで多分いいと思うんですけどね。はい。これやってると、まあ、明るかったり暗すぎたりとかいうのをちょっと調整してくれるような機能なんで、まあオンでいいと思うんですけどね。まあ実際ね、まあこれ使っていって、オンオフ切り替えながらやってもらったらいいと思うんですけど。で、あと露出の、フロントとリア別々に設定ができるみたいですね。はい。まあ露出、これも、まあ、とりあえずは、まあ、デフォルト0でいいと思うんですけど。はい。で、あと、駐車監視モードがあるみたいなんで、これも、イベント、多分これ、センサー入ってんのかな？多分、揺れとかを検知した時の、センサーのイベント、イベントで、録画するタイプと、もうずっとかな？これ多分、タイムラプス。1FPS、1フレーム、2フレーム、低ビットレート録画、まあ、ずっと録画するのかな、低ビットレート録画は。だタイムラプスで、まあ、細かくいくのか、まあ、間隔を空け、かなり間隔を上げながら、タイムラプスで撮っていくのか、イベント録画か、低ビットレートで録画するか、オフか、っていう感じだね。ということで、まあ、意外と細かく設定ができるような感じはしますよね、この機種ね。はい。で、駐車衝突感度。ああ、だからこれセンサー入ってんねんね、やっぱりね。だから、ここでさっきのイベント録画開始にしてる場合は、高感度にするのか、低感度、中感度。まあ、これ感度を選んであげるっていう感じでしょうね。はい。で、駐車移動検知。だから、あれか。ずっとカメラ働いて、動くものあったら、こう、あれやね、録画開始するっていうモードもあるみたいなんで、まあ、それだったら逆に、イベント録画でもいいかもしれないですね、イベント録画ね。で、インターバル録画、ね、インターバル録画。これは、ずっと走ってる時のこと言ってるのかな？ちょっとわかんないけど、これどこのこと言ってんのかな。ごめんなさい。ちょっとこれわからんな。動体。でも動体検知が下にあるから、ちょっとこれわからんな。これ。マニュアルもさっきチラチラっとは見たんですけど、これ何かな。ちょっとここ見てなんだ。まあ、ちょっと後で見てみます。一回ね。で、まあ、動体検知。これも多分上に駐車動体検知っていうのがあるから、
どういうことなのかな、ちょっとこの違いがよくわかんないですね。だって走行中に動体検知ってずっと動いてますもんね。ちょっとよくわからないですね。まあ、あの、これも感度です。あ、じゃあ、動体検知をオンするかオフするかか。ね。だここでオフってた場合、この上のやつ、その感度が低いとか高いとか関係ないっていうことなのかな。っていうことは、インターバルのやつも、インターバル録画、これ多分駐車監視のやつのずっと録画する低感度録画なんかのやつをどのくらいの間隔でいくかっていうことなのかな、ちょっとよくわかんないな。まあいいです、ちょっとインターバル録画また調べときますね。で GPS をオンにするかオフにするかっていうのがその下にありますね。で速度の単位、これもね、キロメートルの方に直してます。これもともとデフォルト上でした。その次は衝突感度ね、これもセンサー、これはあれですね、走行中のやつですね、走行中のやつね、が感度ね、あと Wi-Fi、 これはオフにするかオンにするか、これも 2.45GB どっちも選べますね。とりあえずオフにしときましょうか。オンにしてもいいけど、後でね、ボタンでもできるんですよ。ちょっとそっちでも説明しますね。一応ここでもオンオフできます。Wi-Fi ね。で、日付の表示がオンかオフか。これオンでいいですよね。で、GPS 情報の、これ動画に対してのスタンプ入れるかどうか。これ画面見えてんのかな、ちょっと見にくいですよね。すごい。ごめんなさいね。これすべての情報、スピード、座標とね。で、オフ。っていうのもありますから、まあ全ての情報でいいと思いますね。で、モデル情報のスタンプ、これもまあ特に問題なければオンでいいと思いますよね。で、録音、これもオンでいいですよね。特に問題ないですよね。これ多分音声のことだと思うんでね、録音ね。で、スクリーンセーバー、これも1分か3分か選べるんで、まあまあ1分でいいんじゃないですかね。ずっと見てるわけじゃないし。で、ブートチェーン。これもあれですよね。多分駐車検知、入れてる場合、この揺れとかね、この本体の揺れとかで動作、しちゃいますよね。エンジンかける前にドア開けたり乗ったりするときね。だから、これはね、まあ、オフか5秒か10秒か。だからオフにしてて、そんなんで乗り降りするときのこう衝撃とか検知して録画ね、しちゃったりする場合、まあ、そういうのが鬱陶しい場合は5秒とか10秒とかに設定しておいてあげたらいいかなと思います。まあ、10秒でいいかな、僕は。で、日付の設定ね、日付の設定、これもまあ GPS 受信したら勝手になると思うんで、まあ、そのままほっといてもいいと思いますけど、とりあえずはまあ一応ね、まあ、設定してもいいですね。タイムゾーンの設定、日本はもうとりあえずこれ、とりあえず0でいいと思うんで、これこのまま。で、言語設定ね。ここで、もうこれ一番最初に日本語を選んどいた方がいいですね。これはね。で、あと電子音。これもオフか、ボタン操作、起動音、すべての音。これはでも音鳴ってた方がいいと思いますよね。多分こんな、ずっとね、操作するもんじゃないから、そんなに鬱陶しくはならないと思います。でフリッカー、これまあ、東日本だったら50、西日本だったら60で、まあいいと思うんですけど、まあ僕西日本なんで60。で、テレビモード、やっぱりさっきの出力からね、出せるのがテレビの、この機械つないでね、映像を見れるっていうことだと思うんですけど、まあ基本的に上の方のね、この STNC でいいと、STSC でいいと思うんですもんね。いいと思うんですけどね。信号の、あれだと思うんですけど、これいつもちょっと僕もあんまよく分かってないんですけどね、日本は多分上の方だと思うんですけど。で、画像の回転ということで、これはまあ基本的にはフロントはあれですね、まあここについてるから、まあ問題なくこう反転させる必要はないと思うんですけど、リアなんかはね、つけるような、つける場所とかによってはこう上になったり下になったりすると思うんで、まあやるとしてもね、リアだけまあ、反転させるとかね、いうことになると思うんですけど、まあ、今はオフにしておきましょう。で、リアカメラの画像を
これはオンでいいのかなね、まあ出すか出さないか、あと SD カードのフォーマット、これはもう絶対一番最初 SD ね使う前にはやっといた方がいいと思います。でこのフォーマット警告っていうのもあったんでね、これは SD カードずっとね同じように使ってても、まあ SD カード自体が消耗品なんで定期的にはやっぱやり替えないとダメだと思うんですけど、やっぱエラー出だしたらね、一回フォーマットを定期的にやっぱかけた方がいいと思うんで、その警告一応60日で設定してみようと思います、ね、だからフォーマットをこれ60日警告できたフォーマットをして、でそれを繰り返していって、ちょっとなんかやっぱりね、エラーとか録画されてないとかいうのが発生してきたら、もう SD カードを買い替えてあげるっていうことが必要だと思います。消耗品なんでね、SD カードね。で、あとは設定のデフォルトね。もう完全にキャンセル。デフォルト状態に戻すかどうかっていうことと、あとはナンバープレートとか、これも多分録画するところに、入る感じですよね。で、あとユーザー情報。これも多分、なんか文字をね、こう入れて、あれですよね、録画した画像のとこに多分入るんでしょうね。でバージョンということ でこんな感じになってます。でちょっとね非常に見にくいんでね申し訳なかったんですけど、まあメニューとしてはこんな感じ、です。で最初ね、最初もちらっと言いましたけど、これが録画の開始ボタン停止ボタンね、です。今ね録画されてる状態ね、だからここをいじるのはもうほとんどあれじゃないかな、設定選ぶときくらいじゃないかな。でこれを押すと今事故起こったとか何か保存したいやつ、もうロックかけたやつね、その時はこれを押します、ポチって。でそうするとこういう風になって、ここにねなんか三角形のマークついてるんですよ。ちょっとあんま寄りすぎるとあれだけどね、だから今撮ってる、その動画を、保存っていうかロックかけてますよっていう感じになってますね。それがこのボタン、このボタンね。でこれがマイクのオンオフなんですけど、音声ね、これマイクのランプなんですよ。ここのやつね、見えるかな、ちょっと見にくいかもしれないけど、で、このマイクのランプね、音声をもう録音したくない場合は設定のとこでもありましたけど、ここでボタンでワンタッチで、今も消えたでしょ。これは音声録音されてません。ね。これで録音されてる状態。ね。だからここで切り替えができます。で、あと、ここに表示されてる画面ね。今これ僕の方が映ってるんですけど、わかるかな？これね、リアカメの方を僕の方向けて設定置いてるんでね、こんな感じになってるんですけど、ここでも、画面を切り替えができます。ちょっとピントがここで合うかな？合わないかな？ちょっとしんどい。ちょっとしんどいかな、このくらい話さな無理かな、ね、こういう風にフロントとリアのオーバーレイ、まあこれオーバーレイしてるのかな、ここオーバーレイしてるよね、これね。でこんな感じで、まあ、あんまり使うこともないと思いますけど、一応フロントとリアとの画面の切り替え、あとさっき設定で言ってたオーバーレイね、の設定とかも、こちらの方でできます。で、僕今撮ってるのをモニターでさらに確認しながら今、動画撮ってるんですけど、画面で見るとね、結構ね、ここが明るすぎるからかな。なんか映りがね、すごい悪いように見えるんですけど、ここの液晶でね、僕が直で見ると、すごく綺麗に映ってる。だから大丈夫だと思います。で、あと一つ。これね、Wi-Fi が積んでます。Wi-Fi ね。でスマートフォンで、そのアプリでね設定ができたりするんで、そちらの方のご紹介ちょっとしますね、はい、ちょっと設定しますんでお待ちください。はい、どうもお待たせしました。このボタンね、このボタンを長押ししてるとね Wi-Fi のモードがオンになるんです。こういう感じでね、で真ん中のランプがつきましたね。でここにもうデフォルトのパスワードね出てるんですけど、123456789ね。で上にSSID が出てますので、ちょっと見えないかな見えないかもしれない。だからあとはスマホの方でその設定の画面から Wi-Fi のねこの SSID
選んでパスワードをまず入れて、こいつに接続をしてあげる必要があります。で、その後にこの VIOFO ね、アプリストアで VIOFO っていうね、このメーカーさんの名前を検索すると、こういうふうなアプリがね、ちょっとこれ大きますね、いいからね、こういうふうなね、アプリが出ます。これ今起動した状態ね。でこれでここを押してあげると、そうや、Wi-Fi 繋いでないな。こんな画面になるんですよ。だからさっき言ってたこのボタンを押してくださいという案内が出て、終わったらこのボタンを押してくれっていうね。で、これで、さっき言ってた、もう全部出てくるんですね。設定で、これメーカーの、ドライブレコーダーのやつを選んでパスワード入れてくださいということになってます。で、下のやつやると設定画面が開きます。ちょっと僕もやっちゃいますね。で、はい、Wi-Fi でね、Wi-Fi でつながった、一回ね、クリアすると、もう元のこの画面戻ったんで、今、Wi-Fi つながってます。これでこのボタンを押すと、はい、こんな感じでつながりました。これ今、リアカメの状態、結構綺麗でしょ？これ、ちょっと待って、横向けにして、できるのかな？できるね。結構だから綺麗だと思うんです。これフル HD ですよね。はい。まあ、実際は最後ね、また車で走ったやつ最後につけようと思うんで、それ見てもらったらいいと思うんですけど。で、これ横画面にしたとき、ね、これでもシャッター切れるのかな？あ、これで保存できてるよね、多分ね。静止が。で、これで録画のボタンね、ここにあります。で、設定もね、ここでできます。ここでね。あ、録画してるかあかんのか。録画を止めないとですね。録画止めて、設定。そしたら、英語ですけど、ここでいろいろ設定ができます。もうさっきと同じような内容なんでね、これも割愛しますけど、ここのモニターでやるのがちょっとちっちゃいなっていうので、問題だなということであれば、ちょっとうるさいな。よいしょ。ちょっと待ってね、録画を開始しとかないと、ね、逆に音が鳴っちゃう。はい、ということで、とりあえず、めんどくさかったら、画面が大きい方が良かったら、スマホの画面でね、設定をしてあげてもいいと思います。あとはね、特段ね、ちょっと待ってね、撮ってるやつを、そうですね、今、録画ストップしましたよ。録画ストップした状態で、こっちの方をボタンポチってメニューみたいなのを押してもらうと、今、撮影してるやつね、SD カードに入ってるやつを、こうやって、すぐに再生することが、はい。ね。ということで、一応、すぐに、例えば、パソコンとかがなくても、スマホだけで、その映像の確認ができるというところですよね。そこが一番大きいかもわかんないですね。はい。そうしたらね、とりあえず、ざっと機能の紹介はできたと思うので、実際に車の方に、簡易的にね、とりあえず取り付けて、で、走行してみた映像の方を、とりあえず見てもらって、今日の動画は終わりにしようかなと思います。そうですね。また何かあったら、車で走りながら、つけた後ね、走りながらの時に、話そうと思います。はい。で、一応、その走ってる時に撮ってる動画はね、このマイクで撮った、ね、ものを流そうと思うんでね、音声は、それで撮った、だから綺麗さ、音声の綺麗さね、鮮明さなんかも、確認してもらったらなと思いますんで、そしたらね、よろしくお願いします。どうぞ。はい、皆さんおはようございます。今ね、通勤ルート、何回かバイクのね、ドラレコなんかでも、通ってるとこです。ちょうど奈良方面から大阪にね、行ってるところなんです。映像ね、どんな感じでしょうか。前と後ろとね。で、もうちょっとしたらトンネルに入るので、
ちょっと暗くなった時にどう映るか、ね、そのあたりも見てもらえたらと思います。今日は行きとね、帰りで、帰りは暗くなってからの映像をね、できれば撮りたいなというふうには思ってますけど、まあそれで、どんな感じになるか見てもらえたらと、思います。前がね、4K ということで、かなりね、綺麗には映ってるとは思うのですが、まあ、やっぱりなんていうかな、その機種によってだいぶね、写りがね、やっぱ違うんでね、まあ、実際僕も映像を見てみないと何とも言えないところあるんですけど、どうでしょう。まあ、あとは皆さんね、やっぱり実際見てもらって、まあ、どう感じるかっていうところだと思うんですけどね。いい空間かな。ね。はい。じゃあトンネル入っていきますね。まあさっきみたいなところでもトラックがね、止まってるから、危ない感じになっちゃってますけどね。トラックが行けなかったらね、何の問題もないと思う。合流はできると思います、ね。今音声の方も、ドラレコの音声で、流しています。いかがでしょうか。実際機械自体についてるモニターはですね、まあ、スクリーンセーバー機能がついてるんで、まあ、一応それはオンにしてるんでね、ずっとモニターついてても、まあ、逆にちょっと鬱陶しいかなと。まあ、それオフにすれば常時ついてる状態になるんで、まあ、モニターはそんなに大きくないですけど、後方のね、カメラなんかを映しといてあげると、ちょっとこう、確認するくらいには、まあ、なるかもわからないですね。まあ、とは言っても、モニターっていうか本体をどこにつけるかっていうね、前方カメラは本体に近づけされてるので、まあ、本体カメラの映るっていうかね、映る範囲っていうかね、前方のカメラ、まあ、それで設置場所は大体決まると思う。まあ、ちょっと後方確認にも使いたいなということであれば、見やすいとこね、できるだけ選んでもらったらいいかなと思います。で、まあ、ちょっと余談になるんですけど、まあ、動画の中で PC ね、ソフトで、何か見れないかなということで、まあ、メーカーの方のね、ホームページとかを見てみたんですけど、どうやらその GPS をね、こうなんていうかな、位置情報っていうのはないのかな、なんかあれなんですよ。この GPS 入ってますよっていうのは、どうやらね、基本時計を合わせるとか、一応座標も入ってるのかな、映像の中に座標が入ってるのかな、あ、そんな感じの GPS 機能なんですよ。だから、もしかしたらね、その地図と連動するような機能あるかもわかんないんですよ。ちょっと僕探しきれなかったんで、基本的にはなんていうんですかね、時計を合わすのと、多分、画像の下の方に座標が出てきてるんだと思うんですよ。ちょっとそこを確認できてないんですけど、おそらくそのぐらいのレベルの GPS 機能という感じで思っておいてもらったらいいと思います。まあ、個人的に言うと、まあ、GPS 機能の中で一番大事っていうか必要なのは、時計をね、正確に合わせる機能だと僕は思ってるので、まあ、時計だけね、しっかり補正かけて毎回合わせてくれたら全然いいのかなというふうには思いますけど、多分ね、まあ、これも個人的な意見だから、まあ、どうかなと思いますけど、地図ね、で見るかって言ったらあんま見ないですよね。連動してね、地図が出てくるね、まあ、ないあればそれはあった方がいいんですけど、でも
まあ、そこまでね多用するかっていうと、まあ、自分のこう旅行とか行った時に、自分のこうどこ走ってきたかなっていうのを見たい人は、まあまあ、絶対ね、いる機能だと思うんですけどね。まあ、個人的に事故とか起きた時に、確認をするっていうことであれば、まあ、事故起きた時はもう場所分かりますもんね。だから、まあ、正確な事故が起きた日時っていう方が大事だと思うんで、まあ、そこだけね、やっぱりしっかり時間だけね、記録してくれてたらまあいいのかな。まあ、あの事故起きてその場にね、止まって、ちゃんとね事故処理ができればいいんですけど、例えば当て逃げとかね、まあ、事故を逆に目撃した時ね、まあ、パッとこう時間がね、あ、時間がだから正確に合ってるかどうかが大事ですよね。だからそういったことに、まあ、なんていうか事故とかこう、ね、そういうのの記録ということだけで、使うんであればもう、この GPS 機能で十分かなと。まあ、逆にフロントが 4K でね、後ろがあのフル HD かな、で撮れてるんで、まあ、かなり綺麗にね、撮れてるはずなんで、まあ、撮れてるかどうかは今、ね、画像を見ていただいて、判断してもらえたらと思うんですけど、僕まだ動画、画質の確認チェックできてないんでね。はい、ということで、じゃあ、まあ、もうしばらくね、僕だんまりしながら運転するんで、まあ、ちょっともう渋滞してるね、とこなんで、あんまり、まあ、参考になるかどうかわからないですけど、ちょっと、まあ、今からもうちょっとこう明るい時間で、あと夜の時間ね、撮影してる映像をちょっと見てもらえたらと思います。もうちょっとだけにしときますよ、混んでるし。はい、ではでは。はい、どうも皆さん、次はね、晩の、方の動画です。一応ね、ちょっと暗めの道路なんですよ、ここ、まあ、通勤ルートみたいなとこなんですけどね、まあ、照明があるとこないとこあるんですけど、こっからちょっと照明ないんじゃないかな、街灯がね。まあ、参考にしてください。まあ、こんなとこばっかり走っててもあれなので、ちょっと本当はこれまっすぐ行った方が、まっすぐ行った方が、変えるの近いんですけど、ちょっと曲がって、なんていうかな、街灯がある道路ね、もちょっと通ってみようと思います。まあ、ここからね、音声なしで、ま、バックサウンドね、流しながらちょっと、見てもらえたらどうかなというふうに思います。ではでは。
ということでいかがでしたでしょうか。まあなんていうか、まあ、参考になるかどうか、ちょっとね暗い感じの道が多かったように晩のやつね、思いますけど、なんとなく住宅街ね、あとちょっと明かりがあるとこないところ、まあ、参考になるかなと思って走ってみたんですけどね、いかがでしたでしょうか。まあなんていうか、ま、前がねとりあえず 4K っていうのがね、このカメラの特徴で、まあ盤もね、ちょっとまあどういう風に撮られてるか僕もまだ確認してないですけど、かなりね、明るく撮れてるんじゃないかなという風には思っています。はい、ということで、またね、いろいろなネタやっていきますんで、よかったらまたね、見ていただけたらと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。